名古屋ドーム前、八田駅は、愛知県名古屋市東区にある、名古屋市営地下鉄名城線、名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバスしだみ線の駅である。プロ野球、中日ドラゴンズの本拠地である、バンテリンドーム名古屋の最寄り駅である。当初予定されていた駅名は、地下鉄が、八田、名古屋ガイドウェイバスが、広行きと統一されていなかったが、最終的に双方とも、名古屋ドーム前、 やたとした。なお2023年頃に4駅の駅名を変更するが、当駅も駅名を変更はするかは未定。島式ホーム1面2線を持つ地下駅。広行車庫への出入戸線があり、環状運転の電車は当駅を始発終着となる場合が多い。名城線運行上の拠点駅となっており、時間帯によって運転間隔調整のため、 1>, 1から3分程度停車する列車がある。引き上げ線はないが、この出入庫線の一部を使用して折り返し列車を設定することが可能であり、後日の臨時列車などに使用されている。車庫への引き込み線と、左回り本線とが交差する地点には、名古屋市交通局で唯一のシングルスリップスイッチが設置されている。駅番号は M13。 バンテリンドーム名古屋でのイベント開催時に備えたの同規模の駅と比べて自動券売機を多めに設置しており、券売機の前には乗客整理用の柵も設置されている。改札口から一番出口へ伸びる通路にはイオン中日ドラゴンズとの協賛で同チームの選手紹介や優勝の軌跡を展示したドラゴンズロードを2006年より設置している。 一番出入り口にて、名古屋ガイドウェイバス駅と接続しており、両者を連絡するエレベーターも設置されている。当駅は、名城線運転区が管轄している。乗り場名城線の環状運転開始後も、東南方にある、バンテリンドーム名古屋でのプロ野球などのイベントが開催される場合は、最地終了後の混雑緩和のため、当駅を始発とする、臨時列車が運転される。 2010年11月6日に名古屋ドームで開催された日本シリーズでは試合時間が長引き、左回りの終電発車時刻6分前の23時54分に終了したことから試合終了まで観覧した客の多くが終電に乗車できなかったほか、通常であれば運行される試合終了に合わせた臨時列車の運行も終電以降は行われなかった。 相対式ホーム2面2線を有する高架駅。駅員は配置されておらず、運賃は車内生産であるため自動券売機などもない。エレベーターが設置されており、バンテリンドーム名古屋方面へのデッキ通路フロア、地上フロア及び地下鉄、駅一番で入り口に接続している。駅番号は、y 例に。乗り場乗車人員は、年度別乗車人員を、その年度の歴日で助もの。 バンテリンドーム名古屋サークル系名古屋ドーム前店、カルポート、東最寄りのバス停留所は、やたと、広行きで、名古屋市 A バスにより運行される以下の路線が、発着する。ありがとうございます。